今日の試合は解説に福西崇史さん、はい、実況は私西岡明彦でお届けします、はい、熱戦を期待しましょう。よろしくお願いします。そうですね、ちょっとボロ負けそうな感じですけどね。いや、トッテナムかやだな。圧倒的。まあそうだね、気をつけるとしたらソン・フンミンかな。こちらがホームチームの先発メンバーです。あれ、今日はねこの通り、フルメンバー、フルメンバー、ベストメンバーで行ってます。まあ頑張りたいね。あとデレアリか、デレアリもいるんだな。さあ今回は前回と同じようにハイプレスとチームプレス、これがハマってたからね。うえー、合わねえな、強いな。お、来た、ボールを失いました。うえー、前棒、前棒、これ前棒。タッチラインにクリアしました。じゃあもうそ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 う、もうちょっと遠ざかってほしい。決めれば勝ち越し。きた、あー流れすぎだよ。俺のお得意技、一回引きつけて離すっていうね。いやーダメだったか。ソンフンミン。オッケー。ミラー、ボールを運ぶ。ああなんで？ミラー。それは決まったらやだ。ああなんです。ボールが足につきません。ルーズボールだ。痛い。マレイタソン、テアラのことやめてほしかったね。いいよ、いい試合してる。オッケー、危険なコースです。来た、緊張感が増してきます。止めたですよね、分かってた。ちょっとね、コーナーからのリスタートになります。いや今回はニアでちょっとね頑張ってみる。いいパスだ。よし、来たまさかの、来た、どこまで粘れるかと思ってましたが、これがこのチームの底力でしょうか。相手でも大胆に得点を狙いに行きましたね。来たよ。ここからの作戦、まさか入ると思わなかった。スーパーゴール。得点したチームは喜びを爆発させ、いやーなんちゅうコントロールや。明暗を分けましたね。アユンがやりよる。貴様神だわ。エドワーズですよね。まあ、自分でサイド開けちゃったもん。トットナムが徐々に押し込んできました。打ってきた、ありがとう。焦ってる相手も大きく外れました。そう、一回こぼすんだよねこいつら。ポチって。さあスタジアムのテンションが上がります。足元に落ち着いてないんだよね一回。ここで打ち、うわ惜しいな。もう一回いくか。来た、コーナーから決めに来た。うわ惜しいよ。なかなかいいよこの戦術、ニアが結構いい。これも読まれるかな、さすがに。惜しい。あ、パンチ来た。あー、よいしょ、後ろ戻して。なんで戻りすぎだよ。切り返し。ソフミンが来る。形が見えたかトットナム。ソフミン、うまい。ソフミン。ソフミン。危ねえ。ここはゴールが。危ない。オッケー。サイド。オッケー。形でゴール前まで持ってきました。よしよし、下手に動くな。シュート、あー相手に当たった。コーナーで、いいよいいよ、今日はコーナーの日だね。あー、さすがに読まれてるか。ちょっと上げよう。高さで負けますよね。だからニアか、ここ。あーやばい。ソフミン、ソフミン剥がさないで。やめて、痛いよ、やめて。ここはシュートチャンス、ゴール、
ここで同点に追いつきました。これで振り出しに戻りましたから、さらに試合は白熱するでしょう。非常に見応えのある試合ですね。マジかよ、キーパー弾いちゃったね。普通に触ってはいたんですが止めきれませんでしたね。さあダメだよ。はあ、追いつかれちゃった。アスリが出ていってるか。よいしょ。いいボールを入れてきましたが、ここはクリア。チームプレス。あ、やばい、一人倒れてる。やめてー、もう怪我人を増やしたくない。主審が試合を止めました。めっちゃ腕抱えてんだけど。倒れている選手がいます。誰？さっきの接触で痛めたようです。一旦外に出されるかもしれません。ちょっと見よう。あー、救急車。よりによって、よりによって能力値の高い方が。こうかな。くー、まだ前半終わってないよ。外に出されました。ピッチ上に人数が少ないですから気をつけたいですね。エドワーズ、誰に合わせてるのか分かんないよ。中のボールはクリア。もう終わって、もう終わって、ああ終わった。レフリーの笛が鳴って前半終了。ああ、スコアは1対1。怖い怖い怖い。ゲームはハーフタイムに移ります。にしても人に殺されたな。おお待って、今なんか1がすんげえ並んでたんだけど。ふう、さあ後半開始。厳しい。あーっと、チャンスか。起きたー、見事なインターセプト。あれ、いい形で。きたー、誰も上がんねー、誰も上がんねー。きたー、でもいない、中に誰もいないんだよな。これがネックなんだよ。実に鮮やかです。余裕がありますね。落ち着いています。欲しい。2だ。オッケー。いい形でゴール前まで持ってきました。ティックと見せかけて、ボールをドリブル。トイックと見せ、あー振り切れない。やっぱり一人じゃ振り切れねえこのチーム。ビクター・バリア。あー、縦すごい入ってくる。あー、中が開く。そうやってる間に切り込まれちゃう。トットナムが徐々に押し込んできました。こうやって一人だけあってない。ゴール。見事なシュートが決まりました。やっぱりキーパーに問題があるよね。あそこ普通さ、飛び出すとこで。そういう基礎中の基礎ができてないよね。手が非常に速い。ビクター・バリアマ。あ、今チームプレスだよ。ちょっと長すぎたか。これはチャンスだ。ありがてえ。キーパーと。そうそうそう、ありがてえ。来た。同点ゴール。なんで。ここはゴールを決められません。マレーだぞー。今落ち着いていけばいけたか。もう厳しい。マレーだぞ、厳しい。そうだね、マレーだぞ厳しいね。ちょっと動きが怪しい。どうしようかなー。いや、フレッシュなやつっていっか。で、ルデンに変えて、まあ、これでいっか。オッケー。フレッシュ、フレッシュ。さあ、スタジアムのテンションが上がります。プレーを流します。アドバンテージを見たようですね。うわっいやー、惜しい。絶好機を生かしきれませんでした。ここは決めそこ外すか、そこ外すか、フレッシュ君。最悪だ、もうあれ以上のチャンスは。来た。相手に引っかかった。ここで止めます。あー、そこー。ボールを持ちました。起きたー。
いいよ、そのまま流していいじゃねえか。見ていたかったんですが交代となります。圧倒的なパフォーマンスでした。 OK。 あー全然違うとこ、そこのパスもダメになってきちゃったか。来た、これないかーい。あーやばーい。スペースに見事なスルーパス、ゴールです。ゴールゴール。もうダメだよ、体力ない、体力ないからもう反応できない。フィニッシュも見事、せめて得失点差は縮めておきたい。負けるなら負けるで。上がっ、ウルトラじゃないな、アタッキングだな。危険な位置です。緊張感が増してきます。素晴らしいボールです。なんでなんでなんで。お願いしますよ。インターセプト、いい攻めできてんね今。打った、甘い棒甘い棒。コーナーです。行くよ、ニアポスト、ニアニアニア、究極のニア。おお、かっけー、かっけー、今のボールかっけー。まだまだ試合終わってないよ。もう今何かっけー、超絶ボレー、スパーン。やっぱニア強え、ニア最強説。ニア低弾道最強説唱えたい。いやー無理だ。クリスチャン・エリクセン、トットナムのチャンスになりそうです。ソン・フミン、嘘、何もないって。絶対直でくるよ、絶対直でくる、絶対直でくる。ソン・フミン、ほら怖い。見事なフリーキックでしたが、ここはクロスバーに当たりました。見事すぎるわ。入るかと思いましたが運が足りなかったですね。来たー、ほぼ最後のチャンスだ。スタジアムのテンションが上がります。入るか、あーそこだったか、俺の目の前来たかと。何やってんの何やってんの、なんで反応しないで。絶妙なパス、エリクセンへスルーパスが通る。イエス、ゴール決まった。交代で入っていい動きを見せています。圧倒的な力の差を見せつけていますね。攻撃が噛み合っています。テオヤンセン、ここはシュートは枠に飛びません。うまくコースを切っていましたね。ディフェンダーが見事でした。笛が鳴って、いやーでもね、試合が終了しました。今日の試合はね結構価値ある試合だったかも。チームは敗れる、ね、価値ある負けだったと思う。あのニア、この辺りが改善すべき点でしょうか。そうだよ、コーナーそうですね、は今までショートでやってきたけど、ニア、あとはその形をどんどん増やしていきたいですね。ニアに強くけんのあれがうまくはまる、あれは結構決まりやすいっていうのがよく分かった。なんかこれからはああいう戦法でいくっていうのが、うん、よく分かった。はあ、ベストメンバーだったんだけどな。うん、20位変わらずですね。まあそうだね、引き分けの差だね、引き分けが多いからね。その分うん、まだまだ最下位ではないね。まあいまだに、あセビージャいまだに勝ててないんだ、かわいそうだね。へえ、はい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 。あて上位見れてなかったな。ユーベレアル、マンシーバルサ、トッテナム、バイエル、バイエル結構落ちたねやっぱ。ボアテングがいなくなったらそこまで落ちるか。はいはいはい、なるほどね。ということで次の試合はモナコです。モナコ現在は、結構上位いた気がする。11位ですね。はい、頑張ります頑張ります。勝てるかな、難しい。